ジャスコシティ、王道時代の外観イオン王道ショッピングセンターは、長崎県佐世保市王道町にあるショッピングセンター。1997年10月9日に、ジャスコシティ王道として開店。ジャスコ王道店を各に80店舗の専門店が並ぶ。2009年8月24日から大規模のテナント工事に入り、一部の専門店は、改装に伴って休業に入った。 同時に、外装工事も行われ、応答インター側に掲げられていた、ジャスコの店舗サイン看板が委員に代わり、追って建物上部に掲げられていた、ジャスコシティ応答の看板も外され、委員ロゴの看板が掲げられた。そして、開店から13年目に入った同年10月10日に、イオン応答ショッピングセンターとしてリフレッシュオープンした。長崎県内における、 イオンショッピングセンターブランドのショッピングセンターは、大村市にある、イオン、大村ショッピングセンターに続き、2店舗目となる。なお、各店舗であるジャスコ応答店は2011年3月1日に、イオン応答店へ、店舗名を変更した。これに先立ち、同年2月に3カ所ある入り口に掲げられていた、ジャスコのロゴ看板が外され、代わりに、委員のロゴ看板が掲げられた。 リフレッシュオープンに合わせ、2009年10月10日から、株主などオーナーのみが利用できる休憩スペース、イオンラウンジが設けられた。イオン、九州運営店舗にも14カ所あるが、長崎県内では、初の設置である。ありがとうございます。